ロックウェル・レンジャー2000原型となった RFB ファントレーナーロックウェル・レンジャー2000はドイツのライン航空機製造の援助を受けて開発されたロックウェル・インターナショナル社の練習機である。1990年代初頭、アメリカ軍はアメリカ空軍とアメリカ空軍の基本練習機導入計画である統合基本航空機訓練システム計画が計画されていた。 ロックウェル社は単発複雑型持ち式単用機の RFB ファントレーナーをレンジャー2000の名称で提案することとなった。レンジャー2000の原型となるファントレーナーの試作機はドイツで製造され、1993年1月15日にドイツのマンヒルクで初飛行を行い、試作2号機は1993年7月25日に事故により失われた。 試作初号機は、米国のロックウェル社へ出荷されたが、その一方で、試作3号機の初飛行は、スピードブレーキの位置を主翼上面から、胴体後部へ移設するといった、改良のために1994年6月20日まで、連れ込んだ。J-PATS 計画の提案依頼書は1994年5月28日に、発行され、ロックウェルは、レンジャー2000で応札した。 14ヶ月の審査を経て、1995年6月22日に、ビーチクラフトが提案した PC、PC-9 マーク2が T-6 的3通として選定され、レンジャー2000は落選した。レンジャー2000は、後部動体内にプラットホイット2カナダ JT15、D-5 シーターボファンエンジンを搭載し、重力配置の直線翼の主翼付け根上部に、 吸入口を備えていた。降着装置は前輪式の引き込み形式で、搭乗員はタンデムに座り、教官の視界を確保するために、後席は高い位置に配されていた。両席ともにゼロ、ゼロ式のステンセル車製の射出座席を備えていた。一機のレンジャー2000が、タルサ航空宇宙博物館に展示されている。ありがとうございます。